モンは生まれ育った東北の海に来ていました。夕日の沈む美しい海です。波の音と鳥の鳴き声しか聞こえない静かな海です。ズンダモンは思いを巡らせます。自分が生まれてから今までしてきたこと、残された時間でできること、この美しい星や大きな、あまりに大きな宇宙のこと。次の日、ズンダモンは東京の自宅へ戻りました。そして保有する財産のすべてを、海を守る活動をしている世界中の環境保護団体に匿名で寄付しました。その額は100兆円を超えていました。そして無一文の状態で警察に自首をしました。今までの悪事を告白し、関係者に謝罪したいと申し出ました。しかし恨みを買っていたズンダモンは、担当警察官から速攻でリンチに遭います。検察の取り調べが始まっても、裁判が始まっても、弁護人をつけてもらえず、裁判中は傍聴席の遺族から生卵を投げつけられました。誰一人として味方をする者がいないまま、ズンダモンはあっという間に死刑を言い渡され、その日のうちに刑が執行されました。遺骨は本人の意向で東北の海に散布されたそうです。海を汚すな、この鬼畜野郎。私はこいつを、こいつだけは絶対に許さない。